188。この女たちにはブエモン君が頭痛に病んでいる炎症事件がブッダの福音のごとくありがたく思われる。理由はない、ただありがたい。強いて解剖すればブエモン君が困るのがありがたいのである。諸君、女に向かって聞いてごらん。あなたは人が困るのを面白がって笑いますか？と。聞かれた人はこの問いを提出したものをバカと言うだろう。バカと言わなければわざとこんな問いをかけて淑女の品性を侮辱したと言うだろう。侮辱したと思うのは事実かもしれないが、人の困るのを笑うのも事実である。であるとすれば、これから私の品性を侮辱するようなことを自分でしてお目にかけますから、なんとか言っちゃ嫌よと断るのと一般である。僕は泥棒をする。しかし決して不道徳と言ってはならん。もし不道徳だなどと言えば僕の顔へ泥を塗ったものである、僕を侮辱したものであると主張するようなものだ。女はなかなか利口だ。考えに筋道が立っている。いやしくも人間に生まれる以上は踏んだり蹴たりどやされたりして、しかも人が振り向きもせぬとき平気でいる覚悟が必要であるのみならず、唾を吐きかけられクソを垂れかけられた上に大きな声で笑われるのを心よく思わなくてはならない。それでなくてはかように利口な女と名のつく者と交際はできない。ブエモン先生もちょっとした弾みからとんだ間違いをして大いに恐れ入ってはいるようなものの、かように恐れ入っているものを陰で笑うのは失敬だとくらいは思うかもしれないが、それは年がいかない知気というもので、人が失礼をした時に怒るのを気が小さいと先方では名付けるそうだから、そう言われるのが嫌ならおとなしくするがよろしい。最後にブエモン君の心ゆきをちょっと紹介する。君は心配の権化である。かの偉大なる頭脳はナポレオンのそれが光明心をもって10万セルがごとく、まさに心配をもって八切れんとしている。時々その団子っ鼻がピクピク動くのは心配が顔面神経に伝わって反射作用のごとく無意識に活動するのである。彼は大きな鉄砲玉を飲み下したごとく腹の中にいかんともすべからざる塊を抱いて、この量産地処置に窮している。その切なさのあまり別に分別の出どころもないから、監督と名のつく先生のところへ出向いたらどうか助けてくれるだろうと思って、嫌な人のうちへ大きな頭を下げにまかりこしたのである。彼は平勢学校で主人にからかったり、同級生を先導して主人を困らしたりしたことはまるで忘れている。いかにからかおうとも困らせようとも、監督と名のつく以上は心配してくれるに相違ないと信じているらしい。ずいぶん単純なものだ。監督は主人が好んでなった役ではない。校長の命によってやむを得ずいただいている、いわば名帝のおじさんの山高帽子の種類である。ただ名前である。ただ名前だけではどうすることもできない。名前がいざという場合に役に立つなら、幸恵さんは名前だけで見合いができるわけだ。ブエモン君はただにわがままなるのみならず、他人は己に向かって必ず親切でなくてはならんという人間を買いかぶった家庭から出立している。笑われるなどとは思いもよらなかったろう。ブエモン君は監督の家へ来て、きっと人間について一の真理を発明したに相違ない。彼はこの真理のために将来ますます本当の人間になるだろう。
人の心配には冷淡になるだろう。人の困る時には大きな声で笑うだろう。核のごとくにして天下は未来のブエモン君をもって満たされるであろう。金田君および金田礼夫人をもって満たされるであろう。我が輩は切にブエモン君のために瞬時も早く自覚して真人間になられんことを希望するのである。叱らずんばいかに心配するとも、いかに後悔するとも、いかに善に移るの心が切実なりとも、到底金田君のごとき成功は得られんのである。いな、社会は遠からずして君を人間の居住地以外に放逐するであろう。文明中学の対抗どころではない。かように考えて面白いなと思っていると、格子がガラガラと開いて玄関の障子の陰から顔が半分ヌーと出た。